最終組で回った辻ゲート安田優香、正田夢乃を追いかけてのプレーになりました。まず序盤バーディーラッシュはこの辻理恵、3番バーディーの後の4番ホール、今日はね手前から8、右から4ヤード、狭いところ、はい、素晴らしいショットでしたね。これきっちり沈めて連続バーディー。さらに続く5番のパー5でもこの距離です。3打目をここにつけて、3連続バーディー、いいスタートを切りました。まあ、その後はちょっとなかなか苦しむシーンがあったんですがね、代わって安田はずっと8番までパー、まあ、チャンスもありながらでしたけど、はい、なかなか決めることもできず、ただこの前の8番では素晴らしいね、チップインパーでした。そうでした。そして迎えたこのタフな9番、はい、ここでバーディーチャンスにつけました。これを入れて初めてのバーディーがこの9番ホールできました。10番でボギーにしたんですが、さあ12番からまたバーディーラッシュ。今日は左のバンカー越え、狭いエリアでしたけれどもね、はい、実測155ヤード積極的に突っ込んできました。でこのパット、このタッチ、前半我慢していた分、後半に爆発、うん、だね、今の先ほどのパットでいい、ね、流れを引き寄せましたよね、はい、13番パー5の第3打から戻して、はい、左のこの、ね、バーディーパットだったんですけど、綺麗に出ましたね。12、13連続バーディー、さらに14番、左のね狭いエリアにここ、ね、はい、できました。これ入れてついに2桁アンダートップタイに並んできました。一方の辻理恵です、5番以降バーディーがありませんでした。少し距離を残したんですけど、はい、気に入ってきましたね。これは久しぶりのバーディーが15番のパー5できました。そして14番、右から左に曲がるラインでした、はい、いやあまり表情を変えない辻がにっこりと笑いました。こちらが最終18番の2人です。奥のピン、アイアンで右サイドにつけてきました。入れば単独トップというバーディーパットは惜しくも決まらず、本当に最後の最後までね、攻めてましたよね、はい、最終ホールパー。そして辻理恵もこのパーパットを沈めて10アンダーで、安田、辻、ジョン、ミジョン、この3人が明日の最終組になりました。